はい皆さん、こんにちはムカヒガクト役の星草一郎です。えー、表学園ダブルスのムカヒガクト、ガックンですけども、えー、今回なんと、歌っちゃいましたイエーイパチ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 えー、ね、一人でやるとちょっと寂しいんですけども、えー、そうですね。アニメの方は、もう、ちょっとというか結構前になっちゃうんですけども、えー、関東大会の1回戦で、星学と対戦しまして、いきなり、 アクロバティックなテニスでみんなのどぎを抜いたガックンだったんですけどねえー、スタミナ切れであっさり負けてしまいましたそれからというものはののみんなの応援ででしか登場できなくて寂しい思いをしましまた、えーね、で評定が負けたらもう出てこなくなってしまうというねもうそんな事態にもなってしまったんですけども、えー、しかし今回忘れた頃になんとガックン歌で復活イエーイ 嬉しいです、ねえー、そうですすねねそうああのー、まあ、今回ねちょっとあのー、ソロなんですけどもそテニスの時はいつもダブルスで押したりと、えー、一緒なんですけども、えー、今回なぜかね本当にシングルというかソロなんですよね。まあたまには一人でもやってみたいっすよねガックンも。うーんまあというわけで歌っちゃったわけなんですけどもいかがだったでしょうかまあ聞いてもらったと思うんですけども。 ガクトらしくないっすかねえー、ノリノリなところというか、調子良さげなとこというか、えー、調子に乗っちゃってるぞーみたいなとこが。えー、歌詞もね、もらったときね、ちょっと笑っちゃいましたよ。だってガクトそのまますよね、これ。ムーンサルトとか、飛んでみそうとか。あ、でもアニメでムーンサルトとか見たときはビビりましたよ。すごい飛んじゃってるし、上空を漂ってたりしてましたよ。頭から落っこしてきてたりね。それは飛びすぎだろうっていうぐらい飛んじゃってますよね。 まあそんな感じの飛んじゃってる感がよく出てて、ガクトだよこの歌はって思いましたよ。でまあ、実際歌ってみてどうだったかというとですね、え、実はガックン、声は結構低めなんですよね。ビジュアル的に、あの、おかっぱで、ちょっと、まああの、ちっちゃくてというかあのね、コンビの押したりよりちっちゃくて、まあ可愛い感じみたいな感じなので、まあ高い子に行くかと思いきや、なぜか低めで、ちょっとかっこよさげにね、 なんかちょっと性格悪そうみたいな感じになっちゃったんですよね。まあでも歌は結構ノリノリなんで、まあ、これはちょっとあんまり低くなっても合わんだろうと思いましてえー、まあねここはねうーんまああまり考えずにノリノリで歌っちゃったんですけども、えー、皆さんいかがだったでしょうか GACKT だったでしょうか GACKT だと思ってもらえたら嬉しいなーなんて思います。はい まあ、それにしても、早くガックン本編の方にも復活してほしいっすよね。試合したいっすよ。えー、ね、その辺皆さんもぜひ応援してください。えー、よろしくお願いします。えー、ではでは、最後にガックンのこのセリフで締めたいと思います。うん <coughs>、おい、もっと飛んでみそう。